はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、 R です。アーグザラットですね、やります、よろしくお願いします。あ、ザプジーさんいますね。あのちょっとね、買い物だけ済ませておいてます。というのもちょっと時間ね、買い物とかあのね、装備とかに時間かけそうなんで、なんかそんな感じがしたんでね、どうぞ見てください。仕返しの棘をね、2つ買いました。2つっていうか1つ買い足しました。っていうのも、このカウンターのところですね、右上24なんですけど、これで反撃しなかったのでもう1個増やしました。これ回避がね、どんどん下がっていくんだけど、まあ仕返しね、まあしょうがないかなと。で、攻撃力もね、上がるんで、このカウンター44で、もし反撃しなかったら、俺が怒る。うん。で、まあそんなとこですかね。で、一応ね、防御も上げてんのかな？とりあえずは。川の腕輪で、そうだね、上げてます。ポーレットがスピード、ポーレットは何してんだこれ。あのスラングナイフ勢ですね、完全に。マルクは基本的に強いので、今のところいいです。何もなくてもベルマーロをぶっ飛ばして、弓吹っ飛ばして、でできればマルクには精霊石をとかアイテムをね、回収させる役をやってほしいと思います。とりあえずは。で、ポーレット、あのね、回復はみんな勝手にやってくださいっていう。で、カーグを、まあ、仕返しのトゲでやらすので、もう肉弾戦、基本肉弾戦でやらせようと思ってるんですけど、これダメだね。精霊石がなくなって一番困るのはポーレットだと思うので、ポーレットに爆弾系を持たせましょうっていうのをね、結構ずっと考えてたんでね、これでいいかな。精霊石ね、スラングライフなくなっちゃうと、もう本当にこの子やることなくなっちゃうんでね。オッケー、じゃあザップ。おー、カーグ、お前が来るのを待っとったんじゃ。どうかしたのか。これ名前ね、これも思い出したんですよ、ザップ。大変だ、さっき飛空艇が墜落するのを見たんじゃ。墜落？どこに？ありゃ多分龍骨谷かな。龍骨谷の方へ落ちていたと思うが、龍骨谷どこに飛空艇だった。ちゃんとこの、あ、そうか、この時代でも飛行機飛んでたよね。そこまでは分からんが、でもこの国に飛空艇は残っていないんだから、異国のだろうよ。確か東の方から飛んできたか。負傷者が出ているかもしれない、救助に向かおう人格者、待って。でもその飛空艇、領空侵、いいんだよ、領空侵犯してきたってことでしょ。侵攻が目的の可能性もあるんじゃない。そんな世界なの、まだ。そういえばデルズなんとかっていう国が精霊石欲しさに世界各地で戦争してって聞いたぞ。結局魔族とも変わんねえじゃねえかよ。調べた方がよくない。どこの国の飛空艇だろうが、怪我をした人がいるかもしれない。放っておくわけにはいかないよ。アレク感あるな。とにかく救助するのが先だ。救出か。詳しい事情はその後に。そうね、事故かもしれないし。でも龍骨谷って完全に魔族側のテリトリーだろ。ちょっとやばくない。だからなおさら急ぐんだ。行ってくるよ。町の人たちに一応警戒するよう伝えてくれ。ああ、わかった。よし、行こう。偉いね、カーグ。龍骨谷に入ってしまったら、ドラゴ族との戦闘は避けられないかもしれん。覚悟していくんじゃじょう。ちょっと難しそうだな、今回から。龍骨谷に行く手が？もしかすると、あの悪名高いディルズバルド帝国の船ということも考えられます。しかし、町がパニックになるといけないので、今はあまり騒ぎ立てない方がいいでしょう。私は防衛隊員にいつでも出動できるよう指示を出しておきますので。そっかそっか。やばそうですね。第三、もう最初からでも第三勢力がいるんだね。大
第三勢力っていうか、もう敵がいて味方がいて、敵だか味方だか分かんない魔族、魔族も敵か、敵だらけじゃねえかよ。嫌な世界だね。じゃあ精霊石を一応もう限界まで買っとこうか、改めて。で、一応拾うことができるんで、ただ持ってるだけでマックスにする必要は、満タンにね、する必要はないと思うんだ。はい、じゃあいいや。カーグとポーレットでタコ殴りしつつ、マル君で、難しいな。どうしようかなって割と真剣に考えてんだよね。役割をさ、攻撃、どうも攻撃しないと成長しないが、もうちょっと精霊石足しとくか。渡す。もうちょっと足しとこうか。どれくらいがいいかな。もうちょっと足しとくか。うん、これくらいかな。このスラングナイフさんは、ああ、もうギリギリまで、マックスまで行こうか。いきなり拾うってことはないだろうから、もう、いや、満タンで。で、矢の雨もすぐ使うから、まあ、気は折りもいいか。結局満タンじゃねえか、いろいろしろ。そしたら、龍骨座に結構遠いね。じゃあ行こうか。もういきなり、そうだよね、いきなり戦闘だよね。それは分かってた。あ、ここか。カットでもいいかな。ロック調か。この、囲まれてるとまずいよね。戦い方もね、すごい考えたんだよね。とにかく精霊石はもうボンボン使っちゃって、マル君で、できる限り、スピードが速いんで、できる限り、マル君で回収していく戦法で行こうと、今考えています。手だけ言っておこう。はい。いきなりですが、ご覧になってください。剣でも範囲攻撃ができます。ありえない。もっと本気で来い。うわ、うっそ。そういうのある？いやー、考えてなかった。そういう反撃の仕方来るんだ。ちなみに、この子、ね、カーグ君、反撃しませんでした。ちょっとね、俺の計画が、うまくいかないな。よしよしよし。反撃はまだよくわかんないな。で、実際見るとね、レベルが今また、ね、マルク上がったんだけど、アタック33でしょ？ポーレットレベル6でもアタック30なんだよね。これマルクの方が多分攻撃低いんじゃないかな。カーグ、頼むカーグ。君はもう反撃してくんないとね、話にならないんだよね。あ、またか。あ、でもここは最初っていうか、あ、知った場所か。ん？知った場所じゃないか？待ってました。そして、待ってました。これスライムですよね。ここに来てスライム出るか。これもっと早く動かないの？あ、動かないのか。遅いんだよな、これ。あ、橋がある。知らない場所か。よし、知らないステージ。つか、新しいステージ。新しいモンスターはやりましょう。ちょっと難しいな。ちょうどね、まだ範囲攻撃のね、中に入ってこないんでね。これスライムダメかな。ベノムアロー飛んでけ。あ、弱い。心の強い者が勝つ。 HP 見なかったからな。 HP いくつ ?4 か。一旦目でね、こう動けないとあれなんだよね。スティミナハグを打っとこうか。今は攻めの時だ。どれぐらい下がるのかな。私だってやれるわ。私だってやれるんです。ステータス、カーグ君
アタックが18増えてるね。ディフェンスがどんだけ減ったのかがちょっと分かんないけど、なんかがっつり減ってるような気もするな。危ねえなこのゲーム。スライムライフが、あ、届かない。とどめ刺しちゃうけど多分、あ、27入ってないか。撃とう。スラングナイフ、ちょっとボールとさ強いな。オッケー、あー、オッケーじゃないんだよな。実際オッケーじゃないんだよね。待ってました。回り込まれてない時はいいんだけど、万が一回り込まれた時にどう対応するかなんだよね。せーの、飛んでけ。まあ、マル君、まあ、ポーレットとかもそうなんだけど、決してね攻撃が高くない。あ、またこいつか。破壊しよう。あとで勝負。強い。よしよしよし、見上げてるね。レベルが6。あ、まあでもこれだけでも十分あの強くなってんだよね、ポーレットも。もうポレットでやらせよう、とにかく。スラングダイで、とりあえず、もっと強くね、できればなんだけど、まあ、必殺技はね、ちょっとカットしていこうかなと。お、できた。いいっすね。ほらね、見て見て、これ反撃しないんだよ、この子たち。ちょっとね、怪しいんだよね、この反撃しないところが。せーの、飛んでけ。あ、ちょっとクリティカルやめてくれ。あー、これアイテム拾えないからさ、ここなんだよね。これがまたあの一つ駆け引きのポイント。ちょっと待って、戦闘がガチすぎるんだけど。戦闘パートナーの、あ、ここってあれだよね、昔戦う、あー、おへもじ取り囲んでもね怖いんだよね。普通にこっち突っ込んでこられるとね死ぬ。強い。状態異常ゲーなんだよな。カーグはもうとにかく突っ込ませます。カーグは突っ込ませます。これギリギリのところ、あ、当たる場所がないのか。ちょっと考えてんだよな、こういうところも。届くところと届かないところとかあんのかな。毒でやっつけたくないんで、なるべく受けてみろ。よしよし、攻撃はねもう最初から上がりきってるんで、9ならいけるでしょう、ボルトさん。あ、よけよけられると思わなかった。あ、こっち来んな。範囲攻撃じゃなくて移動範囲も。おい、来たよ、ヘモジーカ来たよ。お、やる気がある。反撃お願いします。しないんだよな、反撃。なんか反撃の法則とかもあるのかな。まあ、あるわね。ちょっと範囲がね狭いんだよね、思ったよりも。せーの、飛んでけ。逃げ回って大当たり。お、逃げ回って戦うことはできないのかな。まだうまいこと範囲入ってこねえんだよな、俺。ギリギリの、あー、行かないんだね、行かないんだ。切り株、あ、これさ当たると思うんだけどな。ちょっとどうしようかな。もういいや、こっちで受けてみろ。あれ、あ、危ない、今ガードされたね。で、もうカーグはもうもな拾わずに、まあ、敵がいればいいんだけど、どんどん進んでいく感じで、ね、行きたいですね。マル君、これさ移動範囲ってあるのかな。ムーブかな。ってことはマル君あまり素早いけど移動範囲は狭いのかな。それだとちょっとまずいんだけど。流星群よ、敵を砕け。バランス取ってるな。スラングナイフ。あ、この必殺技の場面で喋ってるとカットできねえんだよな。オイラに触ると怪我するぜ。あ、ほらやっぱり狭いもんね、マル君。あー、ちょっと難しいなこのゲーム。難しいっていうか、ちょっとバランス取ってきやがるな。あー、でまたこっち来るしね。悔しい。
ボイドは多少高いのかな。よし、あ、ガードか。ガードはちょっと考えてなかったな。でも精霊石が1でしょ。物を拾いたいんですけどね、物拾えないか。野生ヘモジ9と1でしょ。ま、マルク、うーん、そうだな、この朽木を当ててみようか。1回じゃ壊れないんだよね。心の強い者が勝つ。とりあえずカーグはもう俺たちのものだ。ムキムキでいきたい。受けてみろ。よし、所詮俺の敵じゃない。言うね。あれが欲しいんだよこれ。マルク間に合うかな。あ、じゃあ朽木を壊して。壊れねえし。あ、やっちゃった。難しいな。アイテム回収すると矢をなしに殴られるから、それが嫌なんだよね。戦闘準備は戦闘直前でいいよね。寒そうだマル君。着いたぞ、ここだ。うー、寒でしょうね、その格好じゃ。ちょ、言ってくれよ。 なんか焦げ臭くない？あれよ、お、誰かぶっ倒れてる。ん？誰か倒れてる。行こう。あ、もしかしてあれかな、オープニングでいた女の子かな。あれ、あ、しっかりしろ、大丈夫か。あ、てかこの子がヒロインなのかな。誰にも渡せない。早く行かなきゃ。よかった、生きてる。かわいくない、あのイラストが。気がついた。よし、それとも他に生存者がいないか調べてくれ。よっしゃ。どうしたポーレット。うん、なんでもない。おい君、わかるか、しっかりしろ。ここはニーデリアの外れだよ。ラグナス大陸だ。あれ、ラグナス大陸ってニーデルあったんだっけ。ああ、大災害でくっついちゃったのかな。ラグナス大陸ってね、ロマリア周辺のことだと思ってたんだけど俺。ラグナス、そう、まだ。あなたはカーグだ。ユーベルって町に住んでる。唐突だな。唐突っていうかドストレートだな。カーグ、ありがとう、助けてくれたのね。怪我はないか。ええ、ちょっと煙を吸っただけ。いやー、それだけでもね、結構危ないからね。私リリアと言います。おう、もう大丈夫だリリア、安心していいよ。空艇の中には誰もいなかったぞ。誰もいないって不思議じゃないか。でも怪しくない？外部から狙撃されたとかあったわ。おお、クラウノルンかな。おまけに国籍も不明。あなたどこから来たの？ちょっと服装も違うもんね。東にある国です。その飛空艇ビッグアウルに乗ってきました。一人でここまで？はい。え、カテナ共和国にある世界連盟に向かおうとしていたんですけど、ディルズバルド軍に襲われて、あ、追われてか。ディルズバルド、はい、彼らの飛行戦艦に撃たれてしまったんです。どんな世界なんだここは。それでオートパイロット、自動操縦装置が、あ、自動だったんだ。どうしてディルズバルド軍が女の子一人を。世界連盟には何しに行くつもりだったの？それは、あなたが狙われる理由は、あ、なんかあるんだよね。お姫様かな。お願い、相手がディルズバルド帝国ならいろいろと知っておかないと。こっちも危険なの。まあ今はいいじゃないか。ひとまずここを出よう。魔族が現れると面倒だ。そうね、ごめんなさい。ポーレットって結構気が強そうだけど、
カーグには結構あのやっぱ従う、あ、で出た出ちゃった、あーちゃーちょっと遅かったみたいだぜ。え、ちょっともう多くね、1,2,3,4,5,6魔族、いまいましい人間どもめ、罪によってここまで来るとは。この地を汚した罪は重いぞ。罪ですって、魔族なんかに言われたくない。あ、ちょっと相手になれば望むところよ。落ち着けポーレット、ここは無理に奴らを倒す必要はない。リディアを守りながらとにかく龍骨谷から出るんだ。え、そういうのあるの？ちょっと待って、ちゃんとがっつり回復させるから。カーグ君やっぱ精霊好きあんまいらねえな。もう丸君に、丸君全振り、あれ？あ、こうか。丸君全振りでいいよね。あとスラングナイフで。風霊石持ってるけどさ、別になんだよな。薬草もちょっと使っちゃおうか。カーグに。オッケー。で、丸くんもちょっとボコボコなんで、オッケーオッケー。これで、これでいいや。リリアちゃんは戦えないのかな？あ、これ3人で戦うわけじゃないよね。これ枠増えるよね。今更だけど。リリアは魔族から守れ。オイラに触ると怪我するぜ。え、大丈夫これ。リリア勝手に動く系？あ、やばいな、これ。歩く系だな。やれるか。あ、ベノムアローもね、結構届かない。あ、しまった。マルの自慢話。これまたちょっと、距離考えていかないとまずいよな。とにかくカーグだよね。とにかくカーグを前に出す。おい、あの、動くなよ。リリア、動くなよ、下手に。死んじゃうからね。あ、大丈夫だね。これ、砦系ですね。一気にもう行っちゃうか？先制攻撃が怖いんだよな。でも捨て身の覚悟、もう殺す。今は攻めの時だ。あ、ちょっと危なかったかな。ポーレット、今はリリアを助けることが最優先。リリアの進路を確保しながら。あー、やっぱ歩くんだこの子。分かったわカーグ、リリアさんの体力にも気をつけて。もしもの時は、あー、俺が回復させるのか。 HP は61か、高えな。どうやって動かすかだな、これ。ギリギリまで。ちょっと距離感がよくわかんないけど、スラングナイフ当てるでも、スラングナイフゲーにするからね。ガチの。スラングナイフ、はっ！よし。まあ、先生、これ1、2、3、4、5、6か。そうなんだよね。ウィンドスラッシャーなんだよね。これが強いんだよね。でもとにかくスラングナイフ打たないことには始まらないからな。行くぜマルモ、やるだけやってくれ。行くぜ、なるべくね。お前動くなって、死んじゃうよこれ。反撃食らうよな。でも受けてみろ。よしよしよし、十分十分。さあドイツから行く。どいつもこいつもだよ。ドラゴ族9、よし、やれ。9いける、いけるかな。当たって、よし、いける、いける、いける。もう邪魔しないで、ね、で、ウィンドスラッシャーか。あ、デュクシュ、なかなか動いてこないね。スラングナイフが、うん、微妙だな。アイテム回収は、あ、アイテム回収できない。スピードがね、速いから、ちょっと多少これでいこうか。やっぱ範囲攻撃なんだよ。動くな動くな、死にたいのかよ本当に。ん、あ、マルク早っ。マルク超早いね。こんだけ。マルク早いのはいいんだけどな。ここでもう回収させておくか。とりあえずほら勝負。これ捨て身の覚悟でさ、もう一回ステラスを上げることっていうのは可能なのかな。てか強い。いけるか。覚悟しなさい。おお、いいですね。ポーレットがいいとどめ役になってる。
反撃、反撃。受けてみろ。お、よし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 。あ、レベル上がったから多少ね、反撃レベルも上がったのかな。おお、しかしきつい。勝負。あ、初めてじゃね、この動き。クリティカルいくつかあるんだ。やっぱ用意されてんのかな。嬉しいね、アイテム。もうらい。風の守りの薬。なんかあんのかな。ベノムアローよりも通常攻撃の方が範囲は広いのかな。アイテム、そういえばアイテムの範囲は、あ、一応あるね。まあ、こんな感じかな。無駄にしないからね。オッケー。動くな。おお、死ぬ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 。バカバカ。おバカさん。おバカなのこれ。42でしょ。これ下手すると一発死あるよね。でも僕は経験値も欲しいんだ。これだったらアイテム拾って、オッケーオッケーオッケー。で攻撃もできる。よし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 。レベルがグリグリ上がってるね。そうだよね、そうだよね。あー、ちょっとマルク、あ、アイテム拾おう。これ食える？お金はまずい。ミルクはうまい。お、動かないぞ。くっそ、俺がバラバラにするしかないか。ほい、やってくれ。よし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 。一撃でいけるといいね。ステータスもう一回見ていいかな。ステータス見るの俺好きなんだ結構。あ、すでにだってポーレットがアタック増えたもんね。マル君よ、マル君を超えたぞ。反撃レベルが、カウンターはどこだ。44。あ、上がらない。反撃レベル上がらないんだ。やっぱりアイテムで上げる系なのかな。スラングナイフが届く。もらっちゃおう。もらっちゃい。あ、そうだ、スラングナイフしか届かないから、スラングナイフ捕まえたら逃がさないわよ。スラングナイフ、はっ。オッケー。スラングナイフ、あの特技系っていうのはやっぱ魔法の方の精神力とかで依存すんのかな。なんとか出してきた。早くユービルに戻ろうと行きたいところなんだ。これ普通に戦うよね。ですよね。